政治改革はですね、政党のガバナンス、コンプライアンスっていうものをちゃんと監督できる別の、ね、部署を政党内に置くことでしか、まあ、できないんですけど、政治家の見ている景色と国民が見ている景色が違いすぎるとですね、まあ多分国民の普通の感覚が分かってないんだろうなって思うわけなんですよね。はい、皆さんこんにちは。人事コンサルタントの山際です。今日はですね、衆議院選挙が終わりましたので、私予測動画をですね、何回か3本ぐらいに分けてかな。NHK の世論調査が1週間ごとに更新されるので、その結果を受けてですね、反映をして、で、その動画3本ぐらい上げたんですけど、通常こういうのって予想しっぱなしでその結果がどうだったかっていうのをですね、あまり言わないケースも多いので、まあ、ちょっとやってみようかなということです。今日の内容なんですけれども、一番目に AI を活用した選挙の結果の予測の、まあ、最終成績がどのくらいだったのかという話とですね、二番目が、まあ、これちょっと組織論に近いかもしれないですけど、自民党の敗因は何なのかという話ですね。それから、あと3番目、今日10月28日の月曜日なんで、この後どうなるか全然わかんないんですけど、とにかく政治改革って、まあみんな言うわけですよ。でもこれ、何年言ってんだろうなって思うわけですよ。僕が最初に選挙見たのは、いつだったら小学校ぐらいの時でですね、当時は自民党と社会党とか、あとね、民主党とかね、まあそういうのがあってですね、テレビで見てたんですけど、なんか昔から政治改革ってずっと言ってる気がするんですよね。で、なぜできないのかっていう話なんですけども、これだけ長くやって解決しないっていうのは、多分日本人そんなバカじゃないと思うんで、政治家の人もね、能力の差はいろいろあると思いますけど、そんなバカじゃないと思うんですよ。そんなバカじゃないのになぜ政治改革が失敗し続けるのかっていうのを人事コンサルタント目線でまあ考えてみたんでですね、まあ、結論はこれあることをしないと永久に政治改革はできないんじゃないかっていうね、まあそういうことなんですけど、まあ理由は比較的シンプルなんです。そういう順番でちょっとお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではですね、まず1個目、AI を活用した選挙結果の予測というのをちょっと見ていきたいと思います。まずいつものようにですね、党首の人の顔が並んだこちらの議席表なんですけれども、本当にですね、私がこの動画出して、自民党が単独で200議席を切るんじゃないかって最初言った時には、そんな行くわけねえだろうみたいなね、そういう声も結構あったんですけど、まあ蓋を開けてみるとですね、132議席ということになってます。で、この132議席なんですが、私の予測は、まあ当初198だったんですけど、まあ12人の無所属の方がいらっしゃるんですけども、この時に自民党員なんだけど、非公認で無所属で出馬せざるを得なかった、平沢さん、萩生田さん、西村さん、世耕さん、この4人の方がいらっしゃるわけなんですけどね、まあこの方は公認してまた無所属じゃなくて自民党に戻って来いよという可能性がまあ割と高いだろうと。確定じゃないですけど、ここまでひどいことされて、まあ、これちょっと後で話しますけども、例の政治資金のパーティー券の不記載の問題ですけどね、ここまでひどいことをされて本当に戻るのかっていうのはね、まあ、この4人の人は西村さんに対してもめちゃくちゃムカついてるはずなんですよ。めちゃくちゃムカついてると思います。だけども、国のことを考えればね、ちゃんと自民党という政党でやった方が、それは地域のため、国のためになるだろうという判断で、まあ皆さん大人なんでね、自民党に戻るとは思うので、まあその前提で一応計算するとですね、195ということになります。自民党の132プラス、この無所属で当選された4人の方を足すとですね、136足す59で195。で、私の最終予測が198だったんで、誤差が3ということになります。それからまあちょっと意外だったのは公明党で割と組織力強いからいけるんじゃないかと思ったんですけど、これ見てもらうとですね、ちょっと詳細の表の方をこちらに出しますけれども、公明党選挙区がコンピューターの予測よりですね、まあ半分になっちゃってるんですよね。これ関西系で結構落としてますと。あとは代表がですね、埼玉で議席を失うと、議員さんじゃなくなっちゃったっていう話で、マイナス2となりました。24。195のうちの3と24の2だとですね、まあ制度は公明党の方がめちゃくちゃ悪いってことになるんですけれども、それなりに大きかったんだなということですね。それから立憲民主党は137の予測に対して148です。で、この148っていうのは実は後で出てくる国民民主党がですね、比例で人を立てきれなくてですね、おこぼれで一人もらってるので、比例の方でですね、だから実力的には147だったということなんで、プラス10。まあ、ここも割と誤差がでかいと。
で、まあ、維新は選挙区と比例の、まあ、たまたま配分は違いますけど、結果的な数値は同じで予測通りと。で、共産党もやはり、ちょっと比例でいまいち伸びなかった。おそらくこれ、批判票が全部立憲民主党に行っちゃったんじゃないかなというふうに思いますね、ここはね。で、国民民主党はですね、予測27に対して28ということで、プラス1。令和も結構予測より伸びて、プラス2と。で、社民党は予測通り、賛成党予測通り。それからみんなは0と。で、私の予測で一番大外れしたのが、保守党です。13と予測してたんですけど、まあ3しか取れなかったということなんですね。で、この3しか取れなかった原因はですね、このチャンネルの YouTube でみんなアンケート取ってもらったんですけども、そこの中のアンケートの結果もちょっとこの投票行動に反映をさせたわけですよ、最後の回の時に。で、計算して出てきたのがですね、その時は17だったと思うんですけど、実際には比例ブロックで出してないやつがあったんで、まあ修正して13だったんですけど、まあとにかくですね、割と岩盤保守層の人たちがこの YouTube 見てくれていて、まあ実際に YouTube のアナリティクス見てもですね、うちのチャンネルは55歳より上の人が圧倒的に多いんでね、まあそういう割と私と同世代ぐらいの日本のことを本当に心配している人たちがですね、日本保守党入れるぞということで声が大きかったんだなと。で、それを見誤ったということだと思います。で、無所属は、まあ、さっきも言って4人が自民党の中に入れるので、こういう感じになってプラス3と。こういうことありました。ということでですね、まあ結果から言うとですね、与党224、自民プラス公明で224と予測していたんですが、それが219ということで、誤差がマイナス5ということになりました。ということで、誤差は計算するとですね、5割219で計算すると、まあ、2.3% ということになりました。で、まあこれはですね、まあいいのか悪いのかなんですけれども、マスコミと違ってうちは情勢調査とかしてなくてですね、手持ちのデータと AI の能力を活用してですね、あとはまあ厳密に言うと AI で考えさせて、そのロジックを Excel に入れて、それでまあ計算したってことなんですけど、このぐらいの分析はですね、私のような一般人でもできる時代になったのはすげえなと、こういうふうに思うわけですよ。時間はどのぐらいかかったかっていうと、途中で楽しくなってきちゃったんで、結構時間かけたんですけど、まあ、この予測を出すためだけだったら、まあ、多分1日、2日はかかってない。丸2日はかかってないっていう感じですかね。ということなんで、今日のね、一つのテーマは、仕事の効率化というかね、みんな楽して仕事片付けたいじゃないですか。あまり長い時間やりたくないので、こういう AI とかね、この最新の技術を使い倒すことによってですね、早く帰ったりとかね、遊びの時間に使うとか、あるいは副業で稼ぐとか、そういうことに使えるんじゃないかなと思います。で、まあ近い将来ですね、こういう AI プラス Excel っていうのの、まあ可能性は実は私その仕事でももうしょっちゅう使ってるんですけど、まあかなりですね、いろいろな可能性が見えてきたので、今度はメンバーシップの方でですね、それの専門の動画を作ろうかなと。いうふうに思ってます。ちょうど皆さんいろいろ登録してくれたおかげで、チャンネル登録数もですね、1万を超えましたので、ちょっとぼちぼちメンバーシップ始めようかなと思っておりますので、引き続き興味のある方はですね、登録してベルボタンを押して、それで待っててください。ちょっとコンテンツは何がいいかなと思って考えてるんで、まあもし何か希望のものがあればですね、こういうのをやりたいんだけどできますかみたいな感じのをコメント欄に入れといてもらったらですね、それをメンバーシップの方でやっていきたいと思います。はい。ということでですね、選挙結果予測 2.3% ということが結論でございました。いかがでしたでしょうか。いいのか悪いのかよくわかりませんけど、まあまあ悪くはないかなという感じですね。ということで、まあこれが1番目ということです。はい、で、次にですね、自民党の範囲は何なのかっていう話なんですけども、結論から言うと、党の代表として石破さんが出てくるんで、石破さんの答えから推測するしかないんですけど、負けた理由は何ですか選挙特番の人はですね聞くと、政治と金の問題が全く理解してもらえなかったっていう、なんかそれ聞いてこの人めっちゃ多席だなと思ったんですけど、なんか理解しなかった国民が悪いみたいなね、そういうトーンで話してたんですけど、まあこのセンスじゃ無理だろうなと思いましたね。要するにね、その NHK の世論調査の結果とかもあるんですけど、政治と金の問題って実は国民そんなに重要視してないんですよ。一番大事だっつってんのは景気と物価対策、その次は社会保障制度だと、年金だとか健康保険だとか、そういうのがまあ2番目、一番はもうとにかく 40% 弱が景気物価対策だって言ってるわけですよ。で、政治と金の問題はね 11% しかないと。
で、まあ、このチャンネルって昔人事戦略チャンネルって言ってたんですけど、まあ、なんかちょっと硬くて変なんで賢者の人事に名前変えたんですけど、まあ、戦略ごとなわけですよ選挙ってね。でとにかく多くの人の賛同を集めなきゃいけないので、選挙の場合の戦略はとにかくシンプルにすることなわけですよ。とにかくシンプルにすることで、野党はもうめちゃくちゃいい材料があるわけですね、政治とかでね。いわゆる裏金問題、厳密に言うと政治資金報告書未記載問題なんですけども、まあ、これを略して裏金裏金とマスコミも煽るし、野党もそこでつくと裏金だっつって、まあ、こう言うわけなんですけれども、これを争点にするのがもう簡単に言うと野党の戦略だったわけです。それで完全にこれ攻められてるから、自民党としてはこれ本当は争点にしちゃいけなかったんですよね。でこれをですね、なんかまあ勘違いしたんでしょうね。ここをちゃんとすれば選挙で国民の理解が得られて自民党に少し有利な風が吹くんじゃないかということで、旧安倍派の人たちを中心としたですね、不記載額が多い議員をですね、いきなり非公認にして無所属で出ろと言って、しかもまあそうなると当然比例重複もできないということになって、もう外から見ると完全なあの旧安倍派潰しじゃねえかみたいなね、話にまあ見えるわけです。そうすると後ろから打つリーダーというね、また悪い印象だけが刷り込まれてしまい、でそうこうしているうちに投票日の4日ぐらい前にですね、2000万円全員に振り込みました、でそこに非公認にも振り込みましたとか、なぜそのタイミングでそれやるみたいな、そういうことまでやってもう根本的にずれてるっていうか、もう結構やばいずれ方をしてるということなわけですよ。で自民党の範囲は何かっていうことなんですけども、ここに尽きると思います。要はここ争点にしちゃいけなかったんですよね。解決済みですと言い切るしかなかったわけなんです。でそのための説明をちゃんとしなかった石破さんの責任っていうことなんですね。まあ岸田さんも説明してないですけど、それがね伝わってないんですよね。でもこれだけですね、政治家の見ている景色と国民が見ている景色が違いすぎるとですね、まあ多分国民の普通の感覚が分かってないんだろうなって思うわけなんですよね。でまずこの政治資金報告書未記載問題、何が問題だったのかっていうのをですね、ちょっともう一度この非常にうまくできた表を使ってですね、ちょっと見ていきたいと思います。これはですね、私がちょっといろいろネットを調べていた中でこれ一番いいなと思ったグラフがこれなんですけれども、 SMC 税理士法人さんっていうホームページがあるので、まあ皆さんも興味あったらね、ここぜひ見てもらうといいんじゃないかと思うんですけど、めちゃくちゃわかりやすいです。でまず正しい処理は何か、キックバックがないやつっていうのが一番上に書いてます。で、左側にパーティー主催団体。これはまあ自民党です。で、右側が政治家サイド。で、政治団体だったり政治家個人だったり。で、政治団体の責任者代表は政治家個人だったりするんですけれども、これは会社の体というか、まあ団体と個人ってまあそれぞれ別扱いと、別人格扱いになるわけなんですね。で、正しい処理はキックバックがなしで、自民党がパーティー券の収入をノルマ超過も含めて全部収支報告書に書いておけばよかったと。まあこういうことなんですよね。で、税法上はこのパーティー券収入っていうのは非課税なので、書いとくだけでいいわけですよ、はっきり言ったら。書いとくだけでいいと。で、使い道もまあ書かなきゃいけないんですけど、基本的にはまあ書いておくと。これだけの収入がありました。で、支出はどこに使ってますって言った時にどこに使ったかというのがまあ書けるわけですね。で、そうすると、入りと出で、こうちゃんとバランスするわけですね。なるほど、ということなわけです。で、正しい処理の2で、皆さんキックバックが悪いと思ってる人も多いんですけど、別にキックバックは悪くないんですよ。キックバックしても正しい処理をしておけば何の問題もないと。で、それはどういうケースかっていうと、まず収支をノルマ超過分も含めてですね、全部収支報告書1回記載します。収入すべて。で、このノルマ超過した分を支出としてですね、この団体もしくは政治家個人に払いましたよっていうことの証拠を残すと。で、こっち側に出る側がありますから、今度この政治家サイドの政治団体側はこの自民党からこういうのをノルマ超過のキックバック分として受け取りましたということをこの政治団体の収支報告書に書けばいいと。で、入金があったんだから、収入があったんだから、その分どこに使ったのかっていうのを書かなきゃいけないっていうことなんですね。で、個人が受け取る場合は雑所得としてこれ申告するだけなので、まあ、目的書かなくていいわけですよ。所得がありましたと。個人の場合は所得に対して課税されるだけなので、これでいいと。ただ、団体の方に記載する場合はですね、これはそもそも税金が免除されているので、じゃあどこに免除するか、その場合どこを使ったか、ちゃんと書けよと。こういう話なわけなんですよ。
で今回の件の問題は何かというとですね、ノルマ超過以外だけ、要するに元々のノルマ分があって、その収入は自民党の政治資金報告書に収入として記載したんだけど、ノルマ超過分をですね書かずに、でこの団体か個人かに分かんないけど上げちゃったと、こういうことが起きるわけですよね。でこの問題をその不記載議員ということでみんな懲罰を食らっているわけなんですけど、はっきり言って説明聞くと分かるようにですね、トカゲの尻尾切りなんですよ。それはなぜかというとですね、こっち側のね人たち、まあ、政治家がですね、もしすごい良心的な政治家の人がいるとするじゃないですか、まあ、実際一人いたわけなんですけど、この人がこれお金記載せずにもらっちゃっていいのって思うわけですよ。まあその人も思ったと。で、いや、いいですと。ずっとこれでやってきてるので、まあまあもらってくださいと。こう言われるわけです。で、このことは黙っててくださいって多分言われてたはずなんですよね。でもおかしいなと思って、これを、この個人がですよ、自分の政治団体の収支報告書に記載しようとするじゃないですか。もし記載しようとすると、どこからもらった金ですかって税務署が来るわけですよ。そうすると、いや、自民党からもらいましたみたいなことを言うんだけど、自民党はそれ支出として書いてないから入りと出のバランスが合わなくなっちゃうわけですよね。でそうするとその人はそういう正しいことをしようとすると自民党の不正を暴くことになってしまうと。でそれは組織として避けたいので書かなくていいと、黙って持っとけと、好きに使えということになるわけですよ。なのである意味国会議員は言われた通りにやっただけ、要するに自民党がこのノルマ超過分も支出として書いて置けばですね、政治家はそれを記載せざるを得なかったので、今回の件は全く起きないわけですね。ところが自民党はこのノルマ超過、事務方がですね、ノルマ超過のところを収支報告書に書いてないから、政治家も書けなくなっちゃったっていう、まあそういうことなわけなんですよ。なので自民党の正しい戦略としては、いや、こういうことでございますと。で、問題は自民党の事務方の処理の方法に問題がありましたと。で、これは何年何月から始まっていて、で、途中、その実際に安倍さんがこれやばいからやめろと言ったらしいんだけども、なぜか続いていたと。よほど根深いものがあるし、黒幕がいるのかいないのかわかんないんですけど、黒幕いたとしてもその人は多分悠々と今普通に過ごしてると思うんですよ。で、黒幕いなくてもですね、ずーっとこれでやってきたんだっていう、まあ日本人特有の慣習ってやつですよね。この慣習に逆らえずに残ってしまった。だから改革できてないっていうか、まあこういう問題が起きたんです。なので本当はやんなきゃいけないのは、政治改革っていう話じゃなくて、政党の中のこのお金に関するガバナンスの問題だと僕は思ってるんですよ。これができてないから今回の件が起きたし、トカゲの尻尾切りになってしまったと。で、皆さん頑張って復活して当選されましたけども、もう本当に腹が立って逃げ返ってると思いますよ。これ僕だったらもう本当ね、もうめちゃくちゃムカついてると思います。多分ムカついてると思います。だけどまあ皆さんね、萩生田さんもそうですけど、大人なんで淡々と対応をしていると。なんでこの後どうなるか非常に面白いなというところです。で、まあこの件をですね、すごい頭のいい誰かがいたとすると、うまく使ってやろうと思ったんですね。ちょうどいいぞと、安倍派の残党を処分するのにめちゃくちゃいい機会だということで、わかんないふりをしてこれをやってると。で、とどめで2000万円の、あれは本当なのかな、わかんないけど、2000万円のその政党活動費を投票日の数日前に渡すとかね。あれがひょっとすると今回のシミュレーションがずれた原因の一つ、あれは僕はあの件がある前に最終予測出してたんで、まあ予測に組み入れられなかったんでね、データがないんで計算できなかったんですけど、まあまあそういうことなわけです。ということで、自民党の敗因は完全に論点、要するに攻めてくる側の土俵に乗ってしまったっていうことだと思うんですよね。ずらさなきゃいけなかったんですよ。いや、そうじゃないんだと。ね、税金の問題なんだと言ってもよかったし、国防の問題なんだということだったかもしれないし、社会保障の話なんだと、景気対策なんだと、賃金なんだっていうふうに論点ずらしゃよかったのに、まあ乗っかっちゃったんでね。ということで、党とか組織のね、トップが間違うとですね、こういうことになると。これ自民党だから、政党だからいいけど、これ普通の会社だったら倒産しててもおかしくない事態ですよね。ということが、まあ今日の2点目のポイントの自民党の敗因は何かということでした。で、次にですね、政治改革が失敗する根本的理由ってことなんですけども、これについてちょっと考えてみたいと思いますが、ちょっとこのグラフを見てもらうとね、わかるんですけれども、国会内閣裁判所と、これ三権分立というので、まあ皆さん習ったことあると思います。立法権、行政権、司法権と、
まあ、こうなんかいろいろ書いてますけれども、簡単に言うとですね、こういうことです。まず国の場合はですね、国会が立法府です。法律を作成、改正、廃止を行う人たち。この国会議員を我々は今回選んだということになりますよね。で、行政府というのは内閣と省庁。これはお役人さんと、あとまあ大臣たちですね。内閣の大臣、副大臣。国会で決めた法律や予算に基づいて行政を行うと。まあ、これは執行役ってことですよね。で、最後、司法府、裁判所。争いごとや犯罪を憲法や法律に基づいて裁くと。国会で作った法律、それから憲法に基づいて、こう、訴えがあったものを第三者の立場で裁いていくと。この三つが、こう、ちゃんと分立してるよと。それぞれ分けて立っているよっていうのが、まあ、三権分立です。で、これをですね、ちょっと会社に当てはめてみるとどうなるかということなんですけども、まあ、この立法府、法律の作成みたいなね、ところに当たるのは何かっていうと、まあ、これ出来上がったものとしては業務処理基準書みたいなね、総務部とか、まあ、それぞれの部門の、まあ、いろんな人たちが作りますけど、まあ、この会社のルールを作る、ルールブックですよね。で、行政府に相当するとこが、執行役員以下の社員ということになります。で、裁判所。これがね、まあ、ちょっと例えがこれ、適切とかわかんないですけど、まあ、イメージで取締役ですよ。取り締まってる人。今、執行役員と取締役がもうぐちゃぐちゃになって分かんなくなってるんで、この二つもさ、なくなってきてるんですけど、これは本来の意味からすると、仕事をする人と監督する人っていうのは、ちゃんと分けるっていうことになってるんですけども、まあ今なんか、監督しながら執行してて、本当にそれで機能するのかや、みたいな会社はいっぱいあるんですけどね。本来はこういうことです。はい。まあ、大きい会社だと、この取締役に社外取締役みたいな人が入ってね、中立性を担保しようなんていう試みもあります。で、この政党なんですけどね、政党どうなってるかって見るとですね、党則、法律に相当するのは党則でしょう。党の決まり。例の2000万円問題もですね、ルールに則ってやりましたとか言ってるんだけど、そのルールって何言ったら結局党則なんで、国民から見るとなんじゃそれだって手前味噌の話すんじゃねえぞということになるわけですよ。で、この党則作るときにですね、総裁とか代表のね、代表者の関与はめちゃくちゃ大きいと思います。あるいは、その前々から来てるので、長老みたいな人ね、昔の代表の経験者みたいな、そういう長老の人たちの意見もですね、入ってきて、党則変えようなんて、まあ、なかなかできないと思うんですよね。で、行政府に相当するとか執行部と。これが実務遂行役ということになります。これが、職員さんだったり、あるいは党員だったり、ということになると思うんですよね。で、最後の司法府。争いごとをルールに基づいて裁く人は誰か。まあ、総裁または代表が監督役ということになるんですけど、これ見てもらうと分かる通りですね。法律を作る人と裁判所が同じ人がやってるわけなんですよね。三権分立になってないと。要するに、まあ、言ってみれば、軽泥状態なんですよね。警察と泥棒が一緒。まあ、さっきのお金の話にすると、そういうルールになってるので、本当はルール変えなきゃいけないと。で、このルールはおかしいと。こういう争い事が起こったら、司法府みたいな裁判所みたいなのがね、政党の中にあって、これは直せというのを代表とか総裁と関係ない第三者の人が、この党則はおかしいから直せと言ったわけですよ。で、そういう人がいないと。で、安倍さんがまだご存命だった時に、これやばいから変えろと言ったんだけど、変わってないわけですよ、党則は。要するに、総裁が言っても変わらない状態になっていると。ここが本来自民党が国民のみんなに説明をして、自己反省をして、だからこう変えますって言っとけば、もう多分ね、こんなに尾を引いてないと思うんですね。で、これができなかったのは、まあ可能性は二つあって、能力がないのか、あるいは能力があって分かっているけど踏み込めないのかどっちかです。で、この政党の構図、組織の構図っていうのは別に自民党の問題だけではないわけですよ。どこの政党も同じだし、今問題になってないだけで他の政党も同じような構造になっているので、同じような不正が起きてしまう可能性があると。ただ今我々はそれを知らないだけであってですね、争点化されていないということなんです。で、これがいわゆる政治改革が何年経ってもできない理由で、原因はですね、金がかかるとかそういう問題で、まあ政治に金がかかるのはしょうがないと思うんですよね、ある意味ね。ちゃんと税法上に沿って処理すりゃいいんだと思うんですけど、問題はそこじゃなくてですね、組織としての体を成していない。これが最大の問題で、起きてるのは政党ベースの話なんですよね。政治家っていうよりも政党の中のお金の処理の問題だとか、そういうので、まあほとんどね、党のルールに則ってやりました。その党のルールが悪いと。党のルール誰が変えるんだ。党のルール権限変える権限誰持ってんだって。いないわけですよ。これがね、永久に僕が小学校の時から政治改革と言われ続けているのは、これが原因としか考えられないよなと。
ね、国を動かしている人がそんな頭悪いわけないので、人じゃなくてルールが悪い、組織化のやり方が悪いということなんじゃないかなというふうに思うわけですね。なので今度ちょっと野田さんがね、立憲民主党の野田さんが、まあちょっとどうなるか分かんないですけども、第二の選択肢としてですね、まあリーダーになるのかもしれないし、ならないのかもしれないんですけど、今回めちゃくちゃ躍進しましたけど、なんか彼が最初に何やりたいですかって言ったら、保険証を紙に戻したいですっていう言葉を聞いて、私はかなり衝撃を受けました。そこじゃないだろうと。なんかね、レベル変わんないけど、まあ最悪よりは下から2番目だからいいんじゃないのって、そんな感じになっちゃったのがね、ちょっと心配なんですけどね。まあちょっと最後の愚痴なんですけど、まあとにかく政治改革はですね、政党のガバナンス、政党のガバナンス、コンプライアンスっていうものをちゃんと監督できる、なんか別のね、部署を政党内に置くことでしか、まあできないんですけど、まあやればやっただけ自分で不利になるしね、そんな睨まれる仕事をやりたくないと思うので、人間の本能ですね、嫌われたくないという本能に抵抗しない限りはですね、これはできないと思います。だから難しいということで、ぜひですね、国民民主党の玉木さんあたりには、この辺は他の政党のね、規制政党の見本になるようなですね、組織のガバナンスを実現してもらいたいなというふうに私は思うわけでございます。ということで、毎度毎度長くなってしまって申し訳ございませんが、最後まで見てくれた方ありがとうございました。あなたのいいねが私のエネルギーでございますね。ぜひですね、チャンネル登録と、あといいねボタンをよろしくお願いしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。